それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスです。コーチのルッチです。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは、はい、ポーチボレーを試合で決めるために重要な3つのこと。僕が中学校でソフトテニスを始めた時に、まあ、前衛だったんです。一番上手くなりたかったのがやっぱポーチボレー、うん、なんでかっていうとまずかっこいいっすよ。それに憧れたですけど、なんせ取れなかった教えてもらえる人がいなかった。だからコーチに出るタイミングもわからない、ポジションも和訳ちゃう、でそのゲームカウントとかポイントも何も意識してない、相手がそのどういう特徴なのかとか打点が落ちたとかなんだか何も気にしてない、ただ自分の好きなタイミングで出る、それは取れないですそう、この見て強くなソフトテニス塾を見てる人にはその僕と同じ思いをしてほしくないので、どういう時にポーチボレーに出た方がいいのか、これを知ってるだけで自信持って出れるようになるんですよ。こうなったらポーチに来るであろうって予測してポーチ出るのと、一か八か出てみようっていうのと全然違いますよ。ポーチ取れない人っていうのは一か八かボレーです。よし、もうサイド抜かれるかもしれないけど一か八か出てみよう。抜かれた、先通された、なんかちょっと微妙な感じでいくから先通される。だけど、あ、条件が揃った、これは絶対ポーチに行くチャンスだぞって思っているのは多分決まる。なのでそこの部分を今日はジムコーチに、この3つの時はポーチに出ようねっていう勝負するタイミングです。全員が勝負をすべきタイミングっていうのを、教えていきますので、ぜひ最後の動画をご覧ください。早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。見て強くなるソフトテニス塾ではオンライン塾というですね、私とうちのコーチの指導が全国どこにいてもインターネット上のサービスを通して受けれるというものをやっております。で、やっぱりですね、動画を見るだけではなかなか理解できないことだったりとか、例えば自分の方もちゃんと見てほしいとか、日々のトレーニングメニューなんかを塾長に組んでほしいとかっていう悩みもあると思います。そういうのを解決するために作ったのがオンライン塾になりまして、現在全国で90名の仲間と活動をしております。最後の夏に向けてっていう方もいらっしゃると思うんですけど、最後に後悔しないようにですね、あと3ヶ月でも絶対上手くなれますから、一緒に頑張りたいよっていう方はぜひ番組下概要欄のオンライン塾の方をチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、ではボレーに行くタイミング3選のうちのまず1つ目からやっていこうと思います。で、1つ目はですね、相手の打点が落ちたプラス距離が近い時ですね。打点が低くて自分の体に近い時、この時は基本的に、まあ、ポーチといいますか引っ張り方向ですね、右利きであればクロス展開のクロス側、左ストレート展開だとしたらそのままストレートに打ってくるっていう、その引っ張り方向が多くなるのでこの部分をやっていきます。で、今はクロス展開の説明になるので、この打点が低くて近い時になるんですが、逆にもし逆クロス展開だった場合は打点が低くて離れた時ですね、離れた時は引っ張ることができなくて流し方向になるので、逆クロス展開はそういった状況になるので、そこのところだけ注意してください。ではまず1本、そこでポーチの練習をやっていきます。はい、今見ていただいたのが1つ目ですね、打点が近くてなおかつ低い時、これは引っ張り方向を待つというようにやっていきましょう。で、次に2つ目はですね、クロス展開のこれもまた話になるんですが、自分の方向にサイドにですねボールを打ってきて、それをボレーした、もしくは
相手がミスをした、その後のポイントは安全に後衛前に打ちたいという心理が働くので、そこもポーチのチャンスになります。ではまたクロス展開でそこの部分ですねやっていくので見てください。はい、では今見ていただいたのが2つ目ですね。では最後に3つ目なんですが、3つ目はこちらがサーブの時限定の話にはなるんですが、ポイントが 3-2 でリードしている時、これの相手の前衛のレシーブをポーチに行くというものです。この前ですね、あの日本体育大学の卒業論文のですね発表会があって面白そうだなと思って、僕初めて見させていただいた時にですね、ゲーム の, あのポイントの 3-2 とかこう大事なビッグポイントの時における前衛のレシーブコースがどこが割合が多いのかっていうですね、そういう論文発表があってすごい面白いなと思ったんですけれど、これがですね後衛前に打つっていうのが一番多かったらしいです。だからこれはもう感覚とかじゃなくてもデータとしてそういう、まあ、あのものだっていうのがもう発表されたっていうことなので、なのでこのポイントが3つ目に上がりました。では 3-2 リードでサーブが入った後のポーチですね、これやっていきます。はい、チームコーチありがとうございました。ありがとうございました。勝負すべきポイント3選、分かったでしょうか。最後に内海コーチにまとめてもらいたいと思います。はい、はい、1つ目が相手が打点が近くてなおかつ落ちた時、はいはいはい、まあ、これは引っ張り方向に来やすいよっていうことですね、うん、はい、で2つ目が相手が自分の方にボールを打ってきてミス、もしくはこちらがボレーをした、はい、その後のポイント、うん、はい、ここはもう連続プレーですね。はい、で次3つ目がこちらがサーブゲームの時のポイント 3-2 リードの時にコーチに行くっていう、この3つになります。結局こういうことが分かんなかったから最初にお話ししたように闇雲にコーチに行って、根拠がないとダメですよね。その理由を聞かれる時にこうだから出ましたっていう風に聞かれる前衛っていうのは多分すごくうまくなる。ただなんだろう、なんとなく出ましたとかっていうのだとやっぱり理由がないので、一か八か、本当賭け、ギャンブルボレーみたいな感じなので、それじゃなくて、やっぱり根拠をやるようにすればかなり上達すると思いますので、ぜひやってみてください。最後まで見てくれた塾生の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための情報をですね、まとめて発信していますので、最新のソフトテニス上達理論を見逃したくないという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから今回の動画ね、すごく参考になったよ、また見てみたいと思った方はいいねボタンよろしくお願いします。そして YouTube コメント強化月間としましてですね、4月中はですね、皆さんの、YouTube のコメントを22時間以内に私たち返すというか頑張っておりますので、この機会にですね、皆さんの普段の悩みだったりとか、こんなテーマでやってほしいという、コメントどしどしお待ちしております。絶対返しますので、はい、はい、コメントお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。普段発信している YouTube では伝えられない情報がぎゅっと詰まっています。